おう、悪かったな。あの、失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ？1年前の事件で、本庁の命令も聞かずに単独捜査、ついにはあの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て。あの事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後、一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事。ん？神室町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった手合いに憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原、あんたどうしてここに？知らなかったか。俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤瀬沼ってやつか。なあ、不祥事の的も言われてた。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金々。倉橋です。公安二課。どうしてアジア専門の公安二課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち二課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです、予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ？五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。神室町を日の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな？ああ、まあ、
期待していてくれ。この関西弁の男が郷田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ4課と2課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ郷田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで？それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？ガンジンウ。彼は歴史とした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ。おい、聞いてんのか。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。せよ！どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。あんた誰や？桐生という者だが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがって。ほんまにそんなようなことしたかてな。払えんもんは払えんよ。え？あんたみかじめ取りなんちゃうん？佐山薫って女知ってるな？薫がどないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。
バイ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい。病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。せやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったか。ああいい、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんたカオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか。あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。
あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田龍二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田龍二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す、それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあわからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃんこを着た男、あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう、そしたら相手はデタラメなレートを言うわ。とにかくそれを受けて。わかった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。わかったわね？ああ。Oh.
いや。おい。島かいや。高島。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸、大陸からの密輸銃でしか使用でけんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島、他に流してるという線はないな。あの高島中やっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、それはわしにも分からん。だが、だが
おっと、あかんかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島か。じゃあ計画は成功したんだな。はい、親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り、車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。でこの後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい、それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなよ。こっちは裏でお前が汚いこと共産やっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか。いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うかな。お前桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで佐山のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか。ああそうや、ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って、釈放や。そうですか。では高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部と繋がっとっても逃げられへんぞ。交流会の肩も強な真似し腐ったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万や。でか。わかりました。世話になったな。おい待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは
ずいぶん安く見られたもんだな。まあ東条会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。首に懸賞金をかけたのは誰だ。知るか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなり。寺田のコーディング必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か。そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、桐生の首は取れん。次の手打ちますか。まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に今やったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何遍も言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が東条会の人間だからよ。東条会。
彼の身辺保護をすれば東条会に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた、まだ痛むか？もうなんともないわ。水一杯くれねえか？佐山です。あ、はい、ちょっと怪我をしまして。はいはい、一緒です。え、あ、はい、わかりました。うちの課長から。え、桐生だ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ？聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと？駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か？いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか？いや。そうか、ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか？カムロ町に？だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、恩に切る。ええか、お前の弾は四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。分かった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上、管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。